皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下園です。本日の動画は NPV の出題論点のまとめ動画になっています。で、 NPV については、前のスライドにもあるように問題文の中からどんな論点があるのかっていうのを見抜く力が必要になってきます。で、その論点が見抜ければ部分点なんかを取れる問題も結構あるので見ていただきたいなと思っています。で、過去問ベースで考えていますが、一部その僕が今まで見た経験した NPV の問題の論点なんかも含まれています。で、お前誰やねんっていう話になった時に、僕も診断士平成29年に合格しているんですけれども、もともとボケとかが得意なので、安心してください。で、過去問とか、30日完成っていう、テキストとか有名なテキストですけどありますが、これについては概要欄からノートに行ってもらえれば、有料版なんですけれども、いろいろ解説しています。で、NPV について、どこに論点があるかっていうところなんですけれども、まずはその前提とか投資初年度とかに論点がある問題があります。それとともに、こっちですかね、この最終年度に論点がある問題もあります。で、少ないですけれども真ん中の期間の処理がちょっと複雑なものもあります。で、その上から3つっていうのは、その どちらかというとタイミングの問題ですよね。その0期とか第5期目とかっていうタイミングの問題なんですけれども、その、前提に近いのかもしれないですけれども、税金の取り扱いっていうのもあります。だから、この4つに分けて説明させていただきます。で、まずは1つ目の前提や、投資初年度に論点があるものです。で、前提って言った方がいいと思うんですけど、期待値計算をさせるものがあります。簡単に言うと、好景気と不景気で、好景気が7割で不景気が3割みたいなもので、これは、この問題が厄介なのは、要は NPV を2個以上計算しないといけなくなるので、計算させた後に割合をかける、そういうふうな対応が必要になっています。だから、期待値云々とかっていう話よりも、その前に NPV ができるかどうかっていうのがポイントになるので、たどり着くのは難しいのかなと。で、過去問ベースで言うと令和2年の第2問がそういうふうな構造になってます。めちゃくちゃ難しい問題ですけれどもね。で、次にあるのが、投資等処分の期間のずれっていうのが初年度に起きるパターンがあります。どういうことかっていうと、投資は、0年目の一番最後に行う、もしくはその、1年目の期首に行う、だから割引率っていうのを考える必要はないけれども、処分差損益はその除却損とか売却益売却損なんかが出てくるんですけれど、その損益については税金とともに考えないといけないから、一番最後、年の一番最後に発生するっていうふうに仮定しますっていう問題がありますよね。だから、投資のキャッシュアウトと、投資のキャッシュアウトと処分差損益、処分差損益 PL に行く金額で、その割引率にズレが出てくるっていう話なんで適切に割引率を適用すれば OK っていうことになります。これが平成30年第3問に出てるんですよね。結構難しい問題ですよね、これも。そして投資時点が違うっていうパターンもあります。これはいろいろやり方あるんですけれども、平成26年に出てきたやつっていうのは2パターンあって、 A パターンが初年度で B パターンが1年後みたいな話で、だから投資の支出額は一緒なんだけれども、投資に対する割引率が違うよっていうことになります。だから投資が1年遅ければ、割引率を適用した後の支出額で差し引けよとかっていう問題なんですよね。だから投資かどうか関係なく、キャッシュアウトフローと一緒に考えたらいいんですよね、このパターンだと。そうですね、だから
ポジションへのところでつまずくと全部つまずく、まあ NPV って全体的にそうなんですけれども、こう勉強するときってとりあえず一番最後の年にいろいろあるパターンから習っていくので、一番最初からこう注意払わなあかんっていうのは結構厳しいのかなっていうふうに思います。で、真ん中の期間の処理の話ので、まあ、論点っていうほどでもないんですけれども、まあ、この2つをまあ紹介したいなと思います。で、まあ、原価ケースの使い方というか、まあ、原価ケースを結構きっちり正しく使えば、その計算過程がこう複雑にならない、要はそのシンプルに計算できるから、NPV の計算がこう確実性が増すしスピードも上がりますよっていうことを言いたいんですけれども、でこれ平成28年の第2問で、まあ、これが要求される問題が出てくるんですけれども、これはその、僕が過去問の回答の解説をしている時に使っている問題なんですけれども、ここの、まあ、ピンクっていうかオレンジ色のところがキャッシュインフローで、この金額が同じだとすると、そのここの合計 4.9137 っていう数字を使えばいいんですけれども、実はこれ投資1年目が抜けてるから、ここからその 0.9434 1年目の原価係数を差し引かなあかんっていうのが、まあ、論点になってるんですよね。ないしはこの単年のものを5年足し合わせるっていうのでも結果は同じになりますっていうふうに、こう1年1年こうかけていたらすごい面倒くさくなるし、まあその例えば、記述欄、その式を書いてくださいっていうのは与えられていた場合でもすごく長くなるので、シンプルに、4.9173-0.9434 みたいな感じで使えればよかったなっていう問題です。まあ、もし気になる人がいたら見てください。こういうような形で原価ケースを適切に使えると、まあ、原価ケースと友達になったら NPV って回答に近づきます。僕も経験あるんですけれども、ある程度構造は見抜けるけれども、最後はあの原価ケースを打ち間違うとかっていうのめちゃくちゃあるんですね。なるだけそれを打たないように、電卓で計算しないようにするっていうのがコツになります。で、これはまあ僕がまあ経験したものの中で言うんですけど、複数回投資っていうのもあり得ます。でこれいつの期間の投資かを考えないといけないと、まあこんな感じですよね。だから投資が2回あるっていうことなんですかね。だからこれ6年ってなってますけど、3年対応年数が3年みたいな感じで2回ポイントがあるんですけれどもっていう、じゃあこの1回目の投資はいいとして、2回目の投資については割引率を使わないといけないですよっていう話になりますね。だから機種に論点がある場合みたいなところで出てきた、その、こう投資の期間が違うパターンによく似てます。それがその1回の NPV で起きるパターンもありえますのでご注意ください。で最終年度の論点なんですけれども、これが一番まあ結構厳しい、個人的には一番厳しいのかなっていうふうに思うんですね。まず投資の除売却処理は、まあ、正しくしてくださいとしか言いようがありません。だから5年間減価償却とかをするので、そういうのの計算を正しくするとともに、まあ、タックスシールドを使うパターンでやるんだったらタックスシールドをちゃんと計算したらいいし、要はその税引き前のキャッシュフローとかから計算するんだったら、正しくその非現金支出項目とかをこう調整すればできることになります。で平成27年の第3問に出てきてますね。で NPV の問題で取り替え投資の問題っていうのがあると思うんですよね。取り替え投資っていうのが多分一番計算量が多くて難しくなるんですけれども、取り替え投資の場合は一番最後にそのタックス旧設備のタックスシールドがタックスシールドをこう加味することが必要になるんですけれども、これってその取り替えしなかったら出てきたはずなのにっていうのがあるので、逆サイドに出さないといけないっていうのが問題に難しくなりますよね。
だから取り替えてんやからもうすでに除売却処理なんかいらんやんっていうところから一歩抜け出して、確かに除売却処理を、していたらこうなったよねっていうタックスシールの前で計算できてもなおもう一回その逆に出ることを、知っていないとダメっていうことになります。まあ取り替え投資複雑なやつが出たらまあ多分かなり正当率は低くなるのかなというふうに思います。でこれもまああり得る問題として、その以降収入継続っていうパターンもあります。どういうことかっていうと、例えば5年間分は原価ケース与えられてますと、で5年以降は同じ収入が続きますみたいな話があります。じゃあどうするかというと、5年以降は収入が続くんだったら、その配当割引モデルで収入金額で、まあ、割引率で割ってこれば資産価値が出ます。その資産価値に対して割引率をかけていけばいいっていう問題ですね。まあ、NPV っていうのはどちらかというと企業算定なんかにこれがよく出てくるのかなっていうふうに思います。まあ、割引この NPV 出てきてもまあ文句は言えないので、必要なのかなっていうふうに思いますね。最後は、まあ、税金の取り扱いです。税金の取り扱いについては、まあ、過去問ベースで、まあ、3つ論点があります。で、他部門が赤字のパターン、自分の部門が赤字のパターン、そして欠損金は考えなくてもいいですよっていうパターンがこれまで近年では出てきています。で、回答を見てもらえば、まあ、わかるんですけれども、平成27年の第3問に出てきた時には、自分の部門は黒字なんですけれども、他部門が赤字だったら、要はその税金って全社ベースで払うから、要はその他部門の赤字を差し引くことができる、まあ、タックスシールドに近い感じなんですけれども、差し引くことができる、その差し引いた金額でこうキャッシュフローを作ってくださいっていう問題があります。で、この論、次の論点はその逆バージョンですね。で、自分も赤字なんで、だからそのさっきは他部門の赤字を取り込んだんですけれども、自分もが赤字だから、自分の部門の赤字がそもそもタックスシールドになるっていうパターンですね。で、最後の話は欠損金っていう話なんで、欠損金については税金の仕組みを知ってないとちょっと難しいんですけれども、この年はその欠損金は考えなくてもいいですよっていうことだったんですよね。で、欠損金考えなくてもいいっていうふうに出てきたら、もう赤字の時は税金ゼロでキャッシュフローを作るっていうふうに考えたらいいんですよね。だから赤字の時はその年タックシールドなんか考えないよっていうふうにやってもらえればいいと思います。欠損金ありのパターンの本当は難しいんだと思うんですけれども、まあ、欠損金なしっていうことになると、こう必要な対応としては赤字の時に税金ゼロ、その税金ゼロを踏まえてそのキャッシュフローを作ればいいと、タックスシールドは全然考えなくてもいいっていうことになります。それが出てくるのがちょっと昔の話ですけども、平成25年第2問この問題が出てきます。っていうふうに、大きく分けると、まあ、10個以上のこの論点を説明させていただいたわけなんですけれども、こういう論点が、まあ、2個とか3個とかこう絡まって出てくるんで、 NPV っていうのは難しいのかなっていうふうに、完璧に回答するのは難しいのかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、ちょっと考えてみたら、実はその構造さえ見抜ければ、部分点があった年とかもあるんですよね。なので、まあ、NPV は完璧に回答するのはどの年も難しいんですけれども、その構造が見抜けて、まあ、ここが論点って分かってるよねっていうのが試験委員のこの、なんていうか、出題意図なんですよね。
ここでこういう割引率を使うっていうのを君知ってるかいっていうのが出題の意図なんで、まあ、そこの部分点だけできればあの合格にまあ近づくのかなっていうふうに思います。本当にその全部分かってたらできるんだと思うんですけれども、やっぱり、ね、全部こう漏れなく論点を潰していくのは難しいし、できたと思ったとしてもあの NPV か、あの NPV を算定する際には原価係数なんかをかけないといけないので、ケアレスミス、その小数点の扱いなんかもあるんで、やっぱ完答するのは難しいねっていうことですね。まあまあ、それ以外にもあの過去問とか30日完成 あのテキストの動画を有料なんですけど、ノートで提供しているのでまた見てください。今日の動画はここまでです。まあ、NPV のパターンと、まあ、その対処法っていうところで、まあ、その今まで、まあ、僕も YouTube いろいろ探してるんですけど、そんなこと言ってるやつはいなかったと思うんで、まあ、あの皆さんの役に立てればいいなっていうふうに思います。またお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございます。